はい、皆さんこんにちは。キブリンオーディオです。こんなところに超極細コンパウンドワックスと。はい、こんな感じですね。はい、傷消し鏡面仕上げワックス同時完了と。ホワイト&シルバーメタリックということで、メーカーはリンレイさんです。はい、こんな、これもちょっとね、安いっていうか、そうですね、あんまり僕、車のワックスにあんまりお金をかけないタイプなんで、これも1000円ちょっとぐらいでしたか。はい、今日はちょっとね、嫁さんのこの S660、じっくりと見ると、やっぱりね、磨き傷とか、そういったものがね、やっぱり目立ちますので、嫁さんがね、磨いてって言ってたので、僕は磨く機械も持ってないので、こんなのでいいかなと思って。はい。じゃあちょっと今から、ちょっと雑な僕の作業ですが、ちょっとやってみたいと思います。はい。これ一つでいいですね。お、硬っ。お、硬っ。すいません。よいしょ。めっちゃ硬いです。開けると。はい、もうこういったスポンジがついておりますが、僕はなぜかこんな3個入りのお得用のこういったワックススポンジがありますので、僕いつもこれ使ってます。はい、こんな感じですね。さて、ちょっと開けるもの、ちょっとこんなものがあります。ちょっともう、これアストロさんですね。はいはい、よいしょ、開きました。どんだけ投げんよって。相当長いです。はい、50センチぐらいあります。こんな感じですね。はい、使い方は、まず洗車して傷の原因となる土砂を洗い、流し水を拭き取るですね。あと、綺麗なスポンジに適量取り、縦横直線的に磨くと。こういった感じですね。はい、じゃあ、ちょっと僕もあんまりこういうのやらないんですが、ちょっと嫁さんの車で実験してみたいと思います。はい、じゃあちょっとカメラを嫁さんにちょっと持たせて、じゃあちょっとボンネットからちょっと磨いていこうか。はい、でもこっちの方が、こっちのやつの方が分かりやすいかもよ。はい、ちょっとこんな感じで、これぐらいでいいのかな。でボンネット結構くすんでるよね。縦縦横横ってこう。どう、こんな感じ。全然色ちょっと違うかな。ちょっとこんだけ、これだけちょっと汚れてきました。で、乾いたウエスでちょっとね、ちょっと拭いてみましょうか。おお、艶が全然違う。だってこれ一つで磨きとなんだよ、ワックス、効果まで。すごいピカピカ。うん、あ、でも、これ後ろの後ろ、じゃあちょっと後ろの方がね、分かりやすいかもしれない。どこリア全体的にね、そう。映ってるかな。あ、本当だ。もう水垢だね。そうなの。よし、じゃあちょっとまた適量つけて、縦横横。これ機械があったらあっという間に終わるんだろうね。どう、こんな感じ。ちょっとこの辺も磨いてみようか。あー、分かりやすいかな。ちょっと影になってるんだよね。これですごい磨き傷じゃないけど目立たなくなるんだったら、これ俺のワークスにもちょっとやってみようかな。私のやつが試し？いやいや、じゃあ、おっと。まずちょっとね、あんまりこういうのって僕やらないから、こんなもんかな。じゃあちょっと、ふくらはぎしてみようか。
肉眼で見たらどう？肉眼で見たらすごい綺麗。めっちゃ綺麗になった？うん。これで映ってるかな。レンズは嘘をつきませんって。ちょっと太陽の光ね。うん、そうなの。太陽の光、反射をちょっと。こんな、ちょっと見づらいですね。はい。随分と、こっちが使用、ビフォアなんだよね。あ、ちょっとこれいいね。ちょ、お前やってみて。うん、すんごいついてるもん、これ。ちょっとこの辺。縦、縦、横、横。縦、縦、縦、横、横。すっごい落ちてる。まだちょっとここにシミがある。ここ縦縦横横円描かないように。あ、まだまだで、もうちょっとここ磨いて、うん、面白いここだけなら全体ったらもう全はい、皆さん、お聞きになったでしょうか。ここだけだったら楽しいけど、ボディ全部ってなると、どうやらこれ僕のお仕事になりそうです。じゃあちょっと拭き取ってみようか。うん、うん、でもすごい、三坂すんごい取れてる、はい、びっくり。確かこの辺になんかシミがあったよね。そうそうそう、うん、レンズは嘘をつきません。あ、ここね。で、まだこの辺はまだ仕上げてないんだよね。うん、うん、分かりやすいの、このなんだっけ、雪よけ。その後がね、ずっとついてんだよね、うん、あ、すごいね。分かるかな。分かる分かる。めっちゃ綺麗になってる。なんか、はい、じゃあちょっと拭き取ってみようか。これは何？あ、ここへこんでんだ。そう。あ、ここへこる。これいずれはカーボンに変えたいね。うん、わあ、ここなんかもすごいんじゃない？そう。ちょっとここ磨いてみて。もう本当に分かるぐらい、水がすごいんだ、うん、はい、いいよ、すぐ取れるね。うん、すごい、うん、これはいいな、これはいいな、これはいい。ただ手作業ということで、まあ、ちょっとね、時間がかかるということなんですが、そうだね、まあ、こうやって地道に、あ、ここなんかすごい水垢だよね。水垢すごいんだ、もう鱗状になってるもん、うん、洗っても洗っても落ちないんだ、これ。これ何？それにちょっと汚れないんだけどさ。お、取れたね、うん、ほうほう。なんかこの辺ちょっとシミがある。うん、ちょっと待って、ここちょっと行ってみよう。ちょっと拭いてみようか、うん、はい。はい、まあ、こんな感じで、ずっと、まあ、これから、今から僕がこれを全部磨くのかなと思うとちょっと、恐ろしいんですが、まあ、機会があればね、シャーってポリシャーがあればさーっていくんでしょうけども、はい、ただそれだけです。ポリシャーっていくらするんだろう。お、嫁さんがポリシャーを買おうと、そんな 気になっているところであります、はい、もし嫁さんがポリシャーを買ったら、その時また、買った時に、皆さんに紹介動画が撮れるんではないかと思います。いつ買うの？いや、
まだわかんない。まだわかんない。それではまた。